別れよっか。あ、話聞けってやめて。もしあれだったら戻りましょうか。どこに。彼女さんがいた時のお店に戻るんですよ。何言ってんですか。このタクシーはね、お客さんがやり直したい分岐点に戻してあげることができるんですよ。そういうタクシーなんですよ、このタクシー。それ戻れるんだったら戻りますけど。わかりました。素敵な選択肢覚えてますね、この前の飲み会。きっと近いじゃん。そういうことね。話を聞いてってば。出してください。運転手さん、もう一回戻れたりしますかね。できますけど。まだ戻るんですか。僕と結婚してください。事件だよ。まあ関係のない話が。全然わかんないよ。素敵な選択肢10月14日火曜夜10時スタート。あ、ただ戻ったからといって必ずうまくいくとは限りませんよ。